ははい。いどうも皆さんこんこにちは今回はグラボの選び方 CPU の相性はっていうことで RTX4070Ti と RTX3080、えー、グラフィックボードはどっちを選ぶかっていうことでやってみたいと思います。 ということで、今回 GPU を買い替えようと思っているんですけれども、まあ何を買っていいのかちょっとさっぱりわからないということで、そもそも GPU ってどんな方法で選んだらいいのかっていうのをちょっと動画にまとめてみました。ただね、この方法は、まあ私が使っているソフトや自分のパソコン環境から選び出したので、まあプロセスはね、これで えー、いいかなと思ってますけれども、ちょっとゲームとかやる方はね、違うかもしれないので、気をつけてください。はい。ということで、えー、現在迷っているのがこの3種類ですね。一、えー、つは、一、えー、つは4070の TI ですね。14万8000円。結構高いですね。そしてもう一つが3080ですね。こちらが12万6000円。 そしてもう一つが3060でこちらが5万2000円ということでね、えー、この3つの中でちょっと選びたいと思ってるんですけれども、まあ、何を根拠にね、えー、自分のパソコンに合ってるのかを選べばいいのかわからないのでちょっとね動画でまとめてみました この動画の構成と分かることをちょっとまとめておきます。まず構成としては GPU を選ぶにあたって私がちょっと考えたことですね。まあ、こんな手順でやったらいいんじゃないかっていうことですね。まずは当然使うソフトがありますのでソフトの動作環境を調べると。あとは自分のパソコンのですね、ハードの状況を把握するという感じですね。で、2点目がそもそも GPU って 選ぶポイントはどこにあるんだっってていうのをやってみました。一つはシリーズの違いそして仕様の違いですねそしてもう一つがいろんなネットを見ると CPU が非力だと GPU の性能十分じゃないですよとかいうボトルネック問題があったのでこのボトルネックもね自分の持っている CPU と今回選ぶ g GPU で,です、ね、相性がどうなのかっていうものも比較検討をしてみましたで最終的にですね価格とコスパから、まあ、ちょっと選んでみたいなと思っておりますこの動画を見るとですね GPU を選ぶポイントと比較検証を私がどのようにしたか っていうことのプロセスが分かるようになっています。そして皆さんの GPU 選びの参考になればいいなと思っております。はい、ということで、まずは、えー、私の使っている環境ですね。こちらについてチェックをしてみます。えー、まずソフトの動作環境ですけれども、えー、GPU 使う一番の理由は、えー、動画の編集ですね、まあ。こちらをやりたい。 私はと,とで私はパワーディレクターを使っていて、まあ、こちらは CPU で言うと i7 の4770以上ですよと 4K ビデオの編集や書き出しをする場合にはもうコアの i7 以上がマストですって書いてありますねでグラフィックボードの方は比較的比、えー、力でも良くて、えー、VRAM、えー、そしてプラグインを使う場合には2ギガ以上ということですねただ、えー ビデオとかオーディオのノイズ除去ですね、まあ、風の音を除去したり、まあ、あのいろんなあものがあるんですけれども、こちらを使う場合には RTX の2060以上とか RTX の3000番台とか、まあ、そういったあことになりますね。でメモリーが 8GB 以上積んでてくださいよと。でハードディスクは 10GB 以上の空きがあればいいですよと。 あと、認証するのでね、ネットの接続が必要ですっていうのが、動作環境でございました。そして、私の PC のハードも把握しておこうと思って洗い出しました。こちらね、UP、ん ?CPUZ っていうね、ソフトで出てきたものですね。はい。 で、CP については、インテルの iCore 7の1070の 2.9GB のクロックですね。で、マザーボードが a s k の Z490 のスティールレジェンド。そしてメモリーは DDR の 64GB ですね。まあ、こちらの方は別の動画にまとめてありますので、そちらを見ていただければと思います。そして現在のマザーボードがですね、g f o c e の GTX 1> の1 6 6 0の 6GB のメモリ VRAM を積んだオーバークロックバージョンですね。はい、で電源の方は 750W ということで、一応電源の口もです、ね、確認しておきましたが、CPU の4ピンプラス4ピンっていうのかな、あとは PCI の E の6ピンですね、プラス2、要は8ピンが刺さるやつが合計で5口ありました。 でモニターの出力は HDMI が4つでデジタルポートが1つの入力があるという感じですね。そして、えー、グラボのです、ねえー、シリーズですね、えー、こちらについてもちょっと詳しく調べてみました。 えー、16シリーズとか20シリーズとか30シリーズとか40シリーズっていうのはまずちょっとアーキテクチャーですね基本設計で違うところがあるっていうことがこの表からわかります、えー、例えば、えー、RTX の20と GTX の16の違いっていうのは、えー、ストリーミングのマルチプロセッサーは変わらないんですけれどもレイトレーシングコアが GTX の16シリーズは付いてなくて でコアっていうのも、えー、GTX は付いてないと、まあ、RTX からそちらが付いてるってことですねで、えー、RTX の30シリーズになると、えー、20からはここのストリーミングのマルチプロセッサーっていうのが掛け2になってますという感じですねで40についても掛け2っていうことですねあとは203040の違いっていうのはレイトレーシングコアの 世代がですね、1台ずつ上がっていたり、テンソルコアの世代が上がっているってことですね。レイトレーシングコアっていうのは後でもう出てきますけれども、まあ、光の、ね、光源をきれいに出すというか、処理するコアですね。でテンソルっていうのはまあ AI 処理とかディーブランニングの処理をするコアですね。まあ、こういったアーキテクチャにまず違いがありますよっていうことですね。 あとはプラットフォームということで、この下にね、いっぱい載ってるのですけれども、一応こういう一覧で出てますので、そちらは各自チェックをしていただければと思います。そして次に今度は型番ですね。型番によって中にさらにスペックの違いが出てきますという感じですね。 G-Force の RTX の 3090Ti から3050まで、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9種類出てるんですね。はい、でこれは大きく分けると GPU のエンジン仕様とメモリーに分かれていて、まあ、エンジンの方は、えー、コア数がね、えー、いくつ積んであるかですね。えー、1番の 3090Ti は1752個。 で、3050は2560っていうことで、約同じシリーズでも4倍違うってことですね。あとは、ブートクロックとベースクロックのクロック数ですね。まあ、こちらが違いますよっていうことですね。もう一つがメモリーですね。標準で積んであるメモリーの数ですね。RTX の 3090Ti っていうのは 24GB。そして3050っていうのは 8GB。 ま、途中でね、こう1 2ギガとか1 0ギガとかありますけれども、メモリの、ま、容量と、えぇ、仕様によって違いますよっていう感じですね。で、今回私の場合には、こちらのコア数が多い方が画像処理がよりできるということと、あと v r a m の、が1 0ギガ以上ということで、ま、そちらをね、中心にちょっと選んでみたいと思います。 で、ちょっとまとめますと、えー、グラボをですね、ちょっと大別しますと、まずシリーズですね。まあ、テクノロジーによって、えー、分かれてますよっていうことですね。まず RTX の40シリーズとか30、20、あとは GTX の16シリーズですねで。まずはコアがいくつかあるんですが、コアは大きく分けて3つありまして、テンソルコアっていうのはディープラーニングの領域。で、クーダー CDA u コアっていうのは映像処理で RT レイトレーシングコアっていうのは光源を追跡するためのコアでそもそもそれぞれの計算領域が違いますよってことですねでストリーミングマルチプロセッサーっていうのはお,おそらく画像処理をするところそしてレイトレーシングコアっていうのは光と影を計算する処理 そして、テンソルコアっていうのがディープラーニングとか AI をする処理ということで、そもそもその処理する内容が違いますよと、それによってシリーズが分かれてますってことですね。そして次は同じシリーズの中でも型番があって、これはスペック、まあ、いわゆる仕様によって違いがありますよっていうことですね。まずは GPU のエンジンということで、壊すによって違いますと。 もう一つには、クロック数ですね。ブーストとベースのクロックによって違いますよと。あとはメモリーですね。まあ世代とあと容量。大きく分けると、こんな形でグラフィックボードっていうのは区別されていたり、型番が分かれてたり、まあそれによって値段が異なっているっていうことがよく分かりました。 そしてもう一つがね、ネットでいろいろ調べていると、CPU とグラボの、えー、ボトルネックっていうのがありまして、まあ、いわゆる CPU とグラフィックボードの、まあ、相性っていうのかな。あのー、そういったものがあるそうでございます。例えば一番上のやつを例にとると、これ RTX の4080は 16GB 積んであって値段が21万円なんですけれども、フル HD で、 この私の今積んでいる i7-1070 でやるとグラボの方が性能が良すぎちゃって67.5%良すぎちゃって、まあ、CPU がついていけませんよっていう値みたいですねそして 4K にすると34.4%なので、まあ、こちらもグラボの方がオーバースペックになってるよということみたいです で調べたサイトが pcbuilds.com っていうところだったんですけれども、まあ一応これがね5%未満だと、まあ、CPU とグラボが釣り合ってんじゃないですかということでしたね。はい。まあそんなことを調べてみると5%未満になったのはこの辺ですか。えー、RTX の3090と RTX の 3080Ti と、えー、3080ですね。ただね、 3090と 3080ti はちょっと値段が高すぎちゃうので、この辺の3080か 4070ti、この15万円以下ですね。まあ、この辺が候補に上がってくるのかなと思っております。そして PC ビルド図の方をちょっと解説しておきますと、まあ、リンク先はね、概要欄に貼っておきたいと思いますが、まあ、こういったサイトが出てきまして、 ま、CPU の型番を入れて、そして、えー、使用の環境ですね。まあ、一般的なものなのか、CPU に負荷がかかる環境なのか、あとはグラボね、グラフィックとかゲームとか、まあ、そういった用途によって3種類選ぶようになります。私はちょっと一般的なものにしました。そして、あとはグラフィックボードを選択しました。今回はね、4070とか、3080とか、まあ、そういったボードを入れてみ、 見て検証しました。で、あと改造でですね、私の場合には 4K 動画を作りたいので、4K でやってみました。まあ、念のためね、HD も入れてみて、両方を撮ってみました。そして、ボトルネックを数値化してくれますってことですね。ただ、いろんなサイトにも書いてあるんですけども、当然、これでね、 え、がすべてということではないらしいです。ところがね、何かしらやっぱりこう目標というか、こう数値化するものがないと、まあ検討もつかないので、まあ一応こういった PC ビルドズっていうところでボトルネックがないかね、えー、調べてみるのはいいのかなと思いました。はい、そしてピックアップと比較をしてみました。まずは i7-1070 の 2.9のクロックですね。で、あとはメモリー、こちらが10ギガ以上。で、あとコアのクロック数ですね。あとはやっぱり電源があ750ワットなので、それ以下じゃないといけないってことですね。あとはそのボトルネックがあるかないか。あとは価格ですね。っていうもので、全種類のグラボからちょっとピックアップしてみると、まあまあこの3つになりましたね。 まずメモリは 10GB 以上ということで、そして価格も手頃ということで、いくと、4070の Ti、12GB の DDR の 6X で、コア数が7680、768個ですね。で、電源も 700W で 226W ということですね。ちょっとね、スペック的にはいいんですけれども、まあ、まあ、 今回ね、えー、今後ちょっと買い替え、CPU とかをね、買い替えることも考えると、若干良いものを積んでてもいいのかなと思うんですけれども、14万8000円はちょっと高すぎという感じですね。そして 308i についてはメモリーも 10GB で、えー、コア数もね、8704ということで、4070よりは多いんですよね。ただ、クロックがちょっと低いんですね。 でこちらはね、ちょっと嫌だなと思ってるのは、電源が 750W で、まあ、最大っていうの、320W 持てるんですよね。なんかちょっとね、これずっとつけっぱなしって嫌だなと思ってますね。まあ、もちろんずっとこのワット数じゃないんでしょうけども、はい。そして、えー、CPU とグラフィックボードのボトルネックは、まあまあ、4K でやる分にはちょうど相性がいいですよと。 で値段も12万6000円ということで手頃。まあ、手頃っていうか高いけどね。はい。そしてもう一つの選択肢がメモリーが12ギガで、そしてコア数が3584。で、圧倒的にね、電気がね、350ワットの電源でもよくて、っていうものですね。で値段がちょっと安いんですよね。5万2300円。ただ、4K ではちょっときついかなと。 いう感じなんですねただ私今使っているのが GTX の1660でメモリーが6ギガしかないんですよでコア数も1408で電源は今7 5 0トに付け替えていてそしてねこれ54%で GPU 弱いって出てるんですけれどもまあまあ 4K でね動画編集しててもそんなにねおま 重く感じないんですよね、なんでねちょっと3060もいいかなと思っちゃってるところでございます。はい、ということで、えー、選び方とかについてはあ、まあソフトウェアをね、まずは動作環境を調べてみるっていうのことと、まあ、自分のね、パソコンのハードウェア、特にね、電源周りとかコネクター類ですね、こちらをちゃんと調べてみて、 えー、そして、えー、CPU と GPU のボトルネックも調べてみると、まあ、こんな方法のプロセスをとってみました、まあ、この方法が、ね、合っているかどうかちょっとわからないんですが、まあ、いろんなサイトを見てもさすがに、ね、CPU と GPU の選び方ってあまり、ね、こうゲーム関係以外は詳しく載ってなかったので私はこの方法でやってみましたで結論は、ね、結局、ね、3060が安くていいかなと いう感じもしてます3080はね、ちょっと消費電力がさすがに大きいかなとで。価格差もね、4070Ti より2万2000円安いっていうことであれば、まあ、4070Ti が値段をね、10万円台、まあ、少なくとも今の12万円台切るまでは待っていればですね、今度 CPU をアップグレードした時でも、まあ、ちょっと長い間使えるのかなと。 思っております。でもね、やっぱりちょっとグラボ変えてみたいっていうので、3060ひょっとするとね、ちょっと買ってみるかっていう感じもしないでもないですね。ということで、まあ、結局はですね、もう少し待ってみようということで、4070ti が、えー、あと2万円、2、3万円下がってくれるのをちょっと待ってみたいと思っております。ということでね、えー、今回の動画、えー、GPU グラフィックボードの選び方ということでね、ちょっとやってきました。まあ私なりのやり方なので、えー、参考になったかどうかわかりませんけれども、もし参考になったよ、良かったよっていう方はチャンネル登録、えー、グッドボタン、そして、いや、実はこんなやり方もあるぜっていう、もっと詳しい方のね、えー、意見につきましてはコメント欄におコメントをお寄せいただければと思います。いつも動画ご視聴ありがとうございます。また見てください。ありがとうございます。バイバイ。